爽やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールを愛する皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。インターナショナルリーグ第9節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。ふわっと上げる。いけいけ、ドン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 。折り返す。ギュー。窮地に立たされました。集中力を切らさずに臨んでほしいですね。さあ、もう一度見てみましょう。ねじ込んだ。つながりません。芝の香りもかぐわしい。ドリブル、中へ放り込む。再び引き離します。さあ、もう一度見てみましょう。ねじ込んだ。シュート、シュートミス。スタンドから吐息が漏れます。ワン、ツー、シュート。前半戦終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は2対1。さあ、中西さん、ここまでの試合どうご覧になっていますか？そうですね、最終ラインにもっと気を配ってほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後も試合をお楽しみください。さあ、後半戦が始まります。
抜かれた。ファーポストを狙った。後半15分経過。華麗なドリブル。ここで折り返す。ヘッドでつないで、交代選手がピッチサイドでウォーミングアップを始めました。前が空いた。頭でつないで、フットボールの女神が彼の足に宿っているかのごとく。ボールを外へ出す。ミスキックです。丁寧なプレーを心がけてほしいですね。ホイッスルが鳴りました。試合終了です。粘り勝ちです。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。はい、非常に見応えのある試合でした。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。